はい、今週も動画をご視聴いただいて誠にありがとうございます。今週も張り切っていきましょう。日系企業で働く29歳社会人がインテリマッチを目指していく Vlog です。先週から月初に差し掛かったということもあり、お仕事がお忙しになっていきますが、朝活頑張ります。この日は5時55分に起床いたしましたが、あくまでも5時起きと言い張らせていただきます。また一気に冷やそうとして冷凍庫にペットボトル突っ込んだのを忘れ去ってしまっていた。まあでも朝一に冷水が飲めるし結果オーライ。一方で胃腸が弱いので腹痛が確定。月曜日の朝は筋トレをオフにしているので散歩で有酸素やっていきます。コーヒーを持っていくつもりだったのですが、荷物が増えるのが嫌で全部飲みました。天の弱すぎる。さあ、それでは暑いですが脂肪を燃やしていきましょう。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。今日は在宅勤務を勝ち取っているので散歩してから勉強します。めっちゃエレベーターに人乗ってきた。恥ずかしい。そりゃそうだよね。今まで Vlog やってきて人が乗ってこなかったのが奇跡だもんな。周知のあまり撮影も忘れました。今日もせっせと自分の中で完全にブームが過ぎ去ったオートミールの消化活動。一時期美味しくないと思われていたオートミールもキムチとツナを入れることで革命は起きたものの、シンプルにキムチを買うのがめんどくさいという結論に至ったため今回が最終回。30分ほど歩いてほてった体をシャワーで清めたら出勤時間ギリギリまで英語やります。ちょっと最近は財務の勉強の方に重きを置いているので後回しになりがちなこの英語。というのもですね、今の仕事で抱えているプロジェクトで残業に残業が重なってしまってまして、このまま行ってしまうと新しい仕事が手につかなさそうなので、とりあえず知識だけでも先に詰め込んでおこうという魂胆でございます。陽気な異国のニキネキたちとお酒を酌み交わすために勉強をしていますが、何よりお仕事が最優先なので一旦保留でお仕事頑張ります。はい、あっという間にお昼を迎えました。時間の流れが早すぎるって。今日のお昼は4名が事前に焼きそばを作ってくれたのでありがたくいただきます。全然これは PR でも何でもないんですけど、ヤオコで売ってるこのソース焼きそばがうまい。3袋で98円なのも信じらんない。怒涛の食材紹介コーナー。どうした？ただこのうま塩ドレッシング飛ぶので試してほしい。しかもノンオイルなんですよこれ。全外食チェーンのサラダにこれがかかってればいいのに。夏に食べる焼きそばが美味しいですよね。こういう屋台飯にめっぽう目がないんですよ。焼きそばしか食べていないはずなのに大量にある洗い物。これも東京の七不思議だろ。時刻は20時4分。お仕事が終わりました。お疲れ様でした。金融機関との話題作りのためにオリンピックを見て寝ます。あの人たち激務のはずなのになんで見る時間があるんだ。8月6日は時刻は4時56分でございます。おはようございます。僕は結構この4時55分という時間にアラームをセットしています。中途半端な時間ではあるのですが、理由が一つありまして、ジムに行く支度に最速でも15分かかるんですよ。だから5時15分とか16分みたいな中途半端な時間に家を出るよりかは10分みたいなキリのいい数字で出たい。これはパッキンが外れてて四方八方に飛び散る最悪のシェイク。それではフィットプレイスに向かいましょう。はい、おはようございます。今朝もジム行って筋トレやっていきたいと思います。自転車で10分くらいなんで全然なんですけど、もう少し近かったらなーっていう欲が出始めました。現状に満足できない。人間かよ。夏も折り返しに差し掛かったからか、徐々に早朝のジムから人が消えつつあります。でも薄着になるから以外で夏に筋トレをする理由ってどこにあるんだろう。もしかしてみんな海とかナイトプールとか頻繁に行くようなキラキラ社会人だったりするのかしら。海なし県民とペーパードライバーには人権がないってこと。孤独の筋トレ、毎週土曜夜19時配信中です。いや、それにしても孤独すぎないか。集中できるからいいんだけど、あんまり時間もないので押す種目を2種目やって今朝は終わり。種目の数を絞ってセット数で稼いでいるみたいな、そんなイメージですね。さあ、帰宅早々シャワーを浴びまして、今朝は温玉かけご飯をすすっていく。電子レンジでいい感じにできて幸せ。はい、おはようございます。今日は出社します。めちゃくちゃ追い込み時期なんですけど、負けないように頑張っていきますのでよろしくお願いします。さあ、そんなことを言っている間に18時半でございます。珍しいですね。この時間に帰れることなんてそうそうないんですが、何かいい感じの進捗があったのでしょうか。もちろんそんなものがあるわけもなく、帰って仕事していきます。さあ、そんな感じで爆速で仕事を片付けていって、気がついたら10時20分。睡眠時間の関係上5時間半から6時間は寝たいので、もう今日はこのまま寝ます。おやすみなさい。睡眠は最高。8月7日水曜日5時1分。おはようございます。あんまり勉強時間が確保できていないので、今日は筋トレをオフにして勉強していきます。両者バランスをとっていく感じで。寝起きの水って結局何ミリリットル飲むのが正解なんですかね。いっつも適当。
それでは5時20分からしっかりと勉強していきます。勉強 Vlog たるゆえん、今各国の市場という市場が大暴れな状態なので、何が起きてんのよっていうことを調べていきます。こういう社会が嫌で理系というか建築学科に進学したんですが、大人になってちゃんと勉強してみると社会も社会で面白かったんだなと思います。もし人生をやり直せるとしたら、もしかしたら経営学科には行くかもしれませんが、結局日本史と世界史が壊滅的なので、また建築学科に進むと思います。世界史で唯一覚えている単語はアーリア人とドーリア人です。ただ完全に忘れてるから僕が生み出した架空の可能性。はい、おはようございます。昨日は定時で帰って在宅勤務に切り替えたんですけど、今日は多分最後まで会社で働きます。頑張るぞ。前の動画でもお伝えしたかもしれませんが、18時半でエアコンが切れてからが地獄。デオドランドシート等々で結構匂いには気を使っているはずなのですが、そもそも蒸し風呂状態の執務室ではあまりにも無力。そんな私のメンタルを救ってくれる神アイテム桃、世界のバグかなってくらい皮が剥きづらいことに定評があるこの桃ですが、30秒くらいで1回火を通してみると皮が剥きやすくなるらしい。伊藤家の食卓で見た記憶全くないけど本当か。本当だった。めちゃくちゃ剥きやすい。僕の夏がこれで始まる気がする。なんだって桃ってあんなに食べてる間幸せな気分になるんでしょうね。明日も頑張るぞ。というわけで今回の最終日です。8月8日木曜日4時58分です。おはようございます。今所属している会社は平均年齢が割と高めなのですが、今日はその中でも数少ない同い年の2期と飲みに行く予定。部署は違えどやっぱり同い年がいると嬉しい。気がついたら EAA もラムネ味になっていた。体が無意識的に夏を欲してる。ラムネ瓶の中のビー玉気合で取りがち。はい、おはようございます。まずはジムに行って体を動かしていきたいと思います。頑張ってください。歩けば痩せるのにと言われている気もしますが、文明の力を使って自転車で向かいます。さあ今週最後の筋トレは背中トレ、頑張っていきましょう。 VR 空間なのかなっていうくらい人がいないな。最近はお皿洗いをしている最中に VR チャットのプレイ動画をよく見るのですが、最近の VR の技術の進歩っぷりがすごいですね。一歩間違えたら現実空間と錯覚してしまいそうなくらいの作り込み。やった、老後の楽しみが一つ増えた。体が動くうちはこうやって元気に筋トレを続けていきます。そんな感じで苦手な弁当オーバーローもしっかりとこなしつつ、眠くなる寸前のギリギリを狙って引き続けていきます。最近お昼休みに寝れないことが多いので、一歩目測を見誤ると死です。はい、最後はレッグレーズで腹筋ぶっ壊していきます。腹筋ローラーだけやっておけばいいという話はよく聞きますが、どうも腹筋ローラーが苦手で下部にしか効かないので、こういう種目も取り入れます。はい、それでは今週の筋トレも終わります。お疲れ様でした。朝食の選択肢は納豆か卵のみ。料理のレパートリーもさることながら朝食のレパートリーを増やしていきたいなと。はい、おはようございます。今週もあと2日頑張っていきましょう。今日も多分帰りが8時ぐらいになるんですけど頑張っていきます。よいしょ。はい、それでは今週も動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。引き続き毎週土曜夜19時更新中ですので、チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。ではまた来週の動画でお会いしましょう。さようなら。